ナンバーアンダーライン愛初登場「l ルジャポン特別版の驚愕のインタビューと秘話平野翔さんは神宮寺勇太さんの客観性を持った意見や岸さんの存在がもたらす和やかな雰囲気を高く評価しています1989年に創刊された「l ルジャポンはこれまで数多くのファッションとライフスタイルのトレンドを紹介し読者にインスピレーションを与え続けてきました その35周年記念号が2023年8月号として6月28日に発売されることとなり、多くのファッション愛好家や読者が期待を寄せています。今回の特別号では、4種類の異なるカバーが用意されており、特に注目されるのは n o n アンダーライン愛特別版です。この特別版は、メンバーの個性とグループの絆を深く掘り下げた内容で、読者を魅了すること間違いありません。 ナンバーアンダーラインアイはエネルギッシュなパフォーマンスと斬新なスタイルで知られています彼らの活動は常に話題を呼びファンに驚きを提供しています今回の「エルジャポン8月号」では彼らの最新のファッションとスタイルを披露しつつメンバーそれぞれの魅力を引き立てる2種類のカバーが用意されていますカラー版ではハイブランドのプレフォールコレクションを身にまとったモダンカジュアルなスタイルが紹介され モノクロ版では彼らの端正な顔立ちが強調された写真が特徴です特別版には通常版との共通ページに加えて8ページのグラビアと3人のメンバーによる定談形式のインタビューが掲載されていますこのインタビューではグループ愛やメンバー愛ファンへの感謝の気持ちが語られ彼らの飾らない人柄とお互いを心から信頼する関係性が感じられます岸優太さんは 平野翔さんのエンターテイナーとしての才能や神宮寺雄太さんの冷静な判断力について触れ、自身の成長の糧としていることを明かしています。一方、平野翔さんは神宮寺雄太さんの客観性を持った意見や、岸さんの存在がもたらす和やかな雰囲気を高く評価しています。神宮寺雄太さんは、共通の趣味を通じて平野さんとの会話が尽きないこと、 岸さんの独特な話し方や言葉のセンスに魅力を感じていると語っていますこのようにインタビューでは彼らの深い絆と互いへの尊敬が強く感じられる内容となっています発売日にはデジタル限定コメントが収録されたアナザーインタビューや今回のファッション撮影の世界観を表現したスペシャルムービーも配信される予定ですこれにより 読者は紙面だけでなくデジタルでも彼らの魅力を楽しむことができます。エルジャポン3 5周年記念号はファッション誌としての歴史と進化を感じさせる一冊となっており多くのファンや読者にとって特別な意味を持つことでしょうこの記念号を通じて読者はファッションの最新トレンドを追いながらナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーの人間性やグループの絆に触れることができるのです 彼らのファッションに対する情熱や、常に新しい挑戦を続ける姿勢は、多くの人々にインスピレーションを与えるでしょう。ファッションは単なる衣服の選択ではなく、自己表現の一つの手段です。エルジャポンはそのメッセージを35年間にわたって発信し続けてきました。そして、今回の記念号は、そのメッセージをさらに強く、鮮やかに読者に届けるものとなっています。 ファッション誌としてのエル・ジャポンの役割は単に流行を追いかけるだけでなく読者に新しい視点や考え方を提供することにあります今回の記念号はその使命を果たすために豪華なラインナップと深い内容で読者を魅了します n o ア i の特別版を通じて彼らのファッションに対する姿勢やメンバー間の強い絆そしてファンへの感謝の気持ちが伝わりますこれは 単なるファッション記事ではなく人間関係やチームワークの美しさを描いた物語でもあります読者はこの記念号を通じてファッションの新たな可能性を感じ自己表現の大切さを再認識することができるでしょうファッションは常に進化し続けるものですがその根底にあるのは自己表現と他者とのつながりです「エルジャポン35周年記念号は その本質を見事に捉えた一冊となっています。読者は、この特別な号を手に取り、ファッションの世界に新たな視点を持つことができるでしょう。そして、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが見せる多様なスタイルや個性は、読者に新たなインスピレーションを与え、自己表現の幅を広げるきっかけとなるでしょう。エルジャポンは、今後も読者にとって欠かせない存在であり続けることでしょう。 エルジャポン35周年記念号は単なる特別号ではありませんそれは読者に新たなインスピレーションを提供しファッションの本質を再発見させる貴重な機会です記念号を手に取ることでファッションの多様性とその可能性を改めて感じることができるでしょうナンバーアンダーラインアイの特別版に焦点を当てることで彼らの魅力と才能がより一層際立ちます 彼らは単にスタイリッシュな存在ではなくその個々のストーリーと情熱が読者に深い共感を呼び起こしますナンバーアンダーライン・アイのメンバーはそれぞれが異なる個性とバックグラウンドを持ちながらも共通の目標に向かって団結していますこの特別版では彼らのパフォーマンスの裏側や日常の中での彼らの素顔が垣間見える内容となっています例えば キシユタさんのエンターテイナーとしての資質や、平野翔さんの想像力、神宮寺優太さんの冷静な判断力など、彼らの個々の特性が詳細に描かれています。これにより、読者は彼らの魅力をより深く理解し、共感することができるでしょう。また、この記念号では、ファッションとライフスタイルの最新トレンドを紹介するだけでなく、社会的なテーマにも触れています。例えば、 持続可能なファッションの重要性や環境に配慮したライフスタイルの提案など現代の課題にも積極的に取り組んでいますこれによりエルジャポンは単なるファッション誌の枠を超え読者にとってのライフスタイルガイドとしての役割も果たしています特に注目すべきは今回の記念号がデジタルコンテンツとも連動している点です発売日にはデジタル限定のコメントやスペシャルムービーが配信され 紙面だけでは伝えきれない彼らの魅力をデジタルでも楽しむことができますこれにより読者はより多角的に彼らの世界を体験し深い理解を得ることができますさらにこの記念号はファッション業界の未来を見据えた内容となっています新進気鋭のデザイナーやブランドの紹介未来のトレンド予測など今後のファッションシーンをリードする情報が盛りだくさんです 読者はこの号を通じて、これからのファッションの動向をいち早くキャッチし、自身のスタイルに取り入れることができるでしょう。エル・ジャポンは35年間にわたり、読者にとってのインスピレーション源であり続けてきました。その歴史の中で培ってきた信頼と影響力は、今回の記念号にも色濃く反映されています。ファッションは時代とともに変化し続けますが、 その中でエルジャポンが果たしてきた役割は非常に大きいものです。この記念号を通じて、その進化の過程と未来への展望を感じることができるでしょう。最後に、この記念号は読者に対する感謝の気持ちも込められています。35年間支えてくれた読者への感謝の意を表し、これからも共に歩んでいくことを誓っています。エルジャポンは、これからも読者と共に成長し続け、 新たなインスピレーションを提供し続けることでしょうこの特別な記念号を手に取ることで読者はファッションの素晴らしさとその背後にあるストーリーに触れることができます No.1 の特別版はその象徴ともいえる存在であり彼らの魅力とファッションへの情熱が余すところなく伝わっていますファッションを通じて自己表現し他者とつながる喜びを再発見することで 読者は日常に新たな彩りを加えることができるでしょう。